Hey guys, and welcome to Yotel Fuji Council. God, that's so bad. Yeah, so we're playing SAO, and it's 4:30 in the morning. Where it just came out half an hour ago, but updating, all that. Let's get started. So sick. Like, as good game as an obliquin stick. Let's look at it. That's it. Yeah, I don't like the eyes on this. They have an afro. Still believing that's my afro. No afro. Yeah, I might go with that. Yeah. Ooh, that's bad. Okay,
looks creepy, doesn't it? Which axe? Right axe. Oh, no way. Okay, what else we got? Ready? Please, my real name. Assassin. Blood the prisoner. Nice. Story time. I wish I could change the mouth. Did I just miss that setting, or that was kind of a weird intro with this mouth? Omatase! Event 大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？ Not really. 幼馴染とはいえ、アバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。いや、もちろん私もすぐにわかったわよ。あんたの雰囲気、昔と全く変わらないんだもの。Yeah. どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。Oh, thanks. 突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。Yeah, I guess so. You know, SAO death game. Very scared. だから、ありがとね。さあ、行く。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。Yep. 一人の若き天才カヤバアキヒコが生み出した夢の新世代ゲームハードナーブギア。アキヒコカヤバ is the most evil man. Not horrible. His name you don't know. Sugo. That's it. He's the most. そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲーム。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど。でもそれは正解だったと思う。 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われる。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッド SAO 事件の安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィ。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイモ。 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲームソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。
簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤー、ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。それに初心者でもあんたならいい線行くんじゃない。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。あの人も大会に参加するの。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいい。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼がのスコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂？あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど。私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは初日から。大会に参加するなんて冒険好きだね。そう、はじめまして。僕はイツキ。銃の戦いは面白い戦いを。イツキさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？OK なら、そこの転送ゲット。Why is there so many different loading screens? I've been playing for 10 minutes and gone through 3 different games, 4 different loading screens. There we are. Good dungeon. Come back. I'll teach you the basics of the battle. It's okay. You can do it right now.WSD, yeah. せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるから、ゆっくり調整してていいわよ。うまい、うまい。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。いい感じね。発見。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。フェイトを散らしてくれ。いいじゃない。すごい、すごい、すごい、すごい。やるわね。クレハ、ありがとう。終わりだ。いい感じね。
このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給で、やるじゃない。バレットボックス、わぁ、GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうのがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。うまい、うまい。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスってトラップが…それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。ロス、パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。プレイヤーとは戦闘になります。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だと走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなる。走るとかなり重要だ。肩ならしかな。 Where's my health bar be at?いかにもって感じよね。せっかくだし開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんな、よく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、 GGO の基本的な戦闘はだいたいわかったでしょ。あとさ、これからはあちこち探索して。あれ、君たちは隙を見て逃げるわよ。樹さんの仲間なら相当手だれのはず。こっち、もしかして逃げる相談をしてる。正しい判断だとは思うけど、クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。Oh my God, they're not gonna smoke me.正解と言いたいところだけど、君たちも警戒が足りないよ。どうせなら実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか。まさか、ここは GGO。 そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたら、だけどあれを倒さないと先に、もちろん倒してくれたら俺どうする。悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静。分かったわ、五木さん。エネミーを倒した後は。分かってる、僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けよう。なんとか
約束は。この先道が2つに分かれているから、まず五木さんたちが先、私たちは別の道を選びますから。実は僕くじ運が全くなくてね、この前も無冠の女王に、だから君たちが先に選ぶといい。わかりました。Okay, come back to the road. No, this one. Right. Yosh, level up.さっきはなんとかうまくいってよかったわ。五木さんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。ナイス。Oh, is this where I get my AI? Yes. Of course.
think I like that hairstyle. There's pretty much build your own waifu right here. I don't know if I like them together. I don't mind. Oh no way. Name it. Oh. Thinking Scarlet. Yeah. What's happening? That's why he's trying to kill him. Star? この子がレアアイテム。なあ、
正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポレアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、残念だったね、キリト君。またコツコツとコーナー。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリト。そう、キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで悪い悪い、仲間のアスナ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000、 マスター登録はこの人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。そんな、やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、あ、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。あ、よし、あんたのものは私のもの。だから、あんたのアファシスもそういうことにしてあげるわ。あんた、プレハはマスターの上位者。認識しました。よろ、じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから商品も豪華らしいよ、キリト君。ゆいち、私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えていてください。それと次会ったとナイスガッツ、クレハ。じゃあ、それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんも。バイバイ。システム起動、90100、システムチェック、オールグリーン。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは使用です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなので。それより早く名前をつけてあげたら、これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器はこれがいいです。これはアルティメットファイバーガン、長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしたら倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスター経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい、レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。えへん、ゆうか。マスター、早速 UFG を使ってみるのです。クレハは上から見ててほしいのです。きっとびっくりしちゃいます。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。
レティック…ですね、レティックル、つまり構えた時に出る照準の色でわかります。まずはあの高台まで登ってみるのです。UFG を当てると動く仕掛けがあるのです。試しにやってみるのです。成功なのです。空を飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダウンさせた。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら10。すごい。でも今日の本当の勝者はきっとあんた。ハイパー X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後、僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道。私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス。一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもば。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃって。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。帰り、ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーを。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし。あれ、君はさっき戦った。どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし。君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合って。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。もちろん参加するわね。Number of choices there, wasn't it? Kirito, Asuna, event omedetou! Papa, Mama, omedetou gozaimasu!
ありがとう。だけど今日のお祝いは超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな俺の仲間だ。詳しくは今度。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。Oh yeah, actually, hopefully with SAO time, so if you haven't seen the anime, you're probably not going to understand what I'm saying. 私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシス、型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスターへ。うわあ、羨ましい。羨ましすぎるぜあんた。俺も欲しい。お。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでガッツクから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん。レイちゃん。承知しました。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイパーティーにお誘いいただけたら、皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でも、どんどん誘ってください。へえ。マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯。アファシスゲットおめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段が。へえ、それはいいことを聞いた。イリト君、友達の情報を売ったらだ。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできるゲート。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？その武器って見たことないんだけど。二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機。はい、タイプ X だけが有する一回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能。多分 AI にしては随分アバ。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気を。ゾラマン、友達価格ってやつで。いやすまん。まったく。でも本当にあなたは、うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとか。昔から運はいい方よねあんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。 Yeah, it's like young game, a bit stereotypical, but I have sort of I asked some game. そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから特定のスコードロンには所属。クレアの気持ち私もわかる気がする。能力、うん、私も同じ。何より
ちゃんと自分自身しっかり目標を持っているんだね。うん、私もお手伝いできることがあったら何でも言って。みんなありがとう。あのね、だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか、うはなんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行って。あ、いや、急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度あら、君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は、あと君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと決まって、全部俺の勝手な考えだけどね。それならいいけど、ゲーム初日から。Yeah. 一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。What's that? Come back. ワクワクしないか。だろ。やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。There's two storylines in this game. There's your storyline, which is that you play Kuritomo, where it follows the story of the anime. Personally, not the bar, I'm not telling you at all, but play my story. Kind of like banking your life with this. 何か聞きたいことはありますか?
It buys a system. The whole job. Well, I think this is the end of the first video. Maybe you have watching. Next time. Bye.